ここプレミアム館はストアマネージャーの北田自らが惚れ込み厳選したアイウェアのセレクトショップ。今回も素敵な商品をご案内しよう。今回の商品はこれだ。YouTube をご覧の皆様こんにちは。和光プレミアムストアマネージャーの北田です。本日ご紹介するのは DJ クラシックコレクションです。当店は栃木県で唯一 DJ クラシックコレクションのスーペリアルルームに認定されています。スーペリアルルームとは人気品番150本以上を常時取り揃えている DJ さんにはたまらない夢の空間となっております。今回はスーペリアルルームのコンシェルジュとしてさらに知識を掘り下げるため福井県鯖江市にあるプロスジャパンさんに行ってまいりました。また実際の工場に出向いて直接職人さんたちの声をお聞きしました。それでは早速こちらをご覧ください。福井県鯖江市鯖江駅前にあるおなじみのメガネフレームモニュメントです。プロスジャパン本社に到着しました。素晴らしい建築デザインですね。社内をご案内いただき会議室も拝見しました。良いアイデアが浮かびそうな空間でした。プロスジャパンはサーモントなどで有名な世界最古のメガネメーカーアメリカンプチカルの正規代理店になっています。代理店に送られる絵画を見せていただきました。昔は郵便局でメガネを受け取っていたのですね。はじめに藤井オプティカルさんの工場へ見学に行きました。当店の女性人気ナンバーワンのプレミアム114の大部分を製造しています。目黒様のご挨拶の後、3代目となる専務さんのご説明がとても分かりやすかったです。山はこう机屋の R がついてくるんで必ずこういう形になっているんです。でこういう形は最近増えているので、まあ、弊社でもちょっと5年ぐらいでこれ導入して、我々も店舗の工具を油で磨き焼きを入れたりするのですが、藤井オプティカルさんでは金属加工には必須と思われる油を使わず温泉水を利用しているそうです。油を使ってないので床もベタついていませんでした。職人さんたちの環境にもとても良いですね。ベータチタンの掛け心地と商品そのものの作りの違いを目の当たりにしました。次はプロスジャパンの本社に戻り勉強会です。メガネ一本一本に対する情熱と思い入れ、開発秘話や歴史、何よりも徹底したデザインを追求する姿勢に感銘を受けました。そのことを直に社長やスタッフの皆様より聞けることは私たちの財産となりました。もちろん我々の要望もお話しさせていただきました。その後は参加者と食事会です。とても良い雰囲気で浜田社長や佐々木常務や他県のスーペリアルルームの参加者と楽しい時間を過ごせました。皆さん私たちのことを忘れないでね。翌日です。最初に訪れたのは竹本環境製作所様です。 DJ クラシックを専門で作られています。人気のジャズもこちらで作成していました。全パーツがここに集結してパッドや長板が付けられ、フレームを6日間かけて磨き、カシメピンの打ち込みや刻印など、ここで DJ は完成するのかと思うとずっと見てられました。これだけの工程をかけて仕上がるとさらにメガネが愛おしくなりますね。丸めていきます。
写真なんか載ってるような雰囲気のものです。この工程で一応うちの方で丸ペン一応立ててほしい場合は、角目を選んでいただいて、角と、角を面を出してほしい場合は、あまり取らないというわけです。シャットのところも貼ってある状況では、はみ出て貼ってあるんですね。また我々も店頭でお客様のメガネの傷を消すのにバフ掛けをします。竹本社長にお手本を見せていただきました。途中で質問をしたのですが全く返事がありません。さすが職人さんです。ゾーンに入ってしまうと真剣勝負が始まってしまいます。ご安心ください。質問は磨き終わったとお答えいただきましたよ。続いてはリム製鋼さんにお邪魔しました。辻社長はプレゼンも上手です。プレミアム 114WRNNT の個性的なリムはこちらで作られています。メガネ用特殊リムの製造する工場で寸分の狂いもないリム作り、柄の入れる精巧さなどの大変さをお聞きしました。続いては藤田紀光さんです。 P571MP などにも使用している星型の鋲の作成工場を見てきました。とにかく小さい、細かい、くしゃみをしたら飛んでいってしまいそうな材料を精巧にロー付けしていました。一応ありがとうございます。もういいね、くすぐしよう。こういう唯一無二の工場がなくなると鯖江さんの魅力が半減してしまうのだろうという思いになりました。サーモンと
がカシメピンなんですね、フロントが。へえ、それは違う。それは埋め込みですね、また違うところです。クロスブロスは、カシメのピンになって、どの秒も。最後はグロスジャパン本社に戻り、今回学んだことや今後の展望など意見交換をしました。すでに食事会で打ち解けているので、より話しやすい空気の中、それぞれが積極的にディスカッションをしています。宿泊研修の良いところですね。とても中身の濃い研修会となりました。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ここでご紹介したいのがコム510シリーズです。浜田社長自らがデザインをした、誰にでも似合って BJ といえばこれというものを作りたかったってお話をお聞きしまして、なるほどなと思いました。実は当店では魔法のメガネと呼んでいます。お客様が、私メガネ苦手なの、何をかけても似合わないのとご来店されるケースがあります。で、何本かおかけになり、やっぱり全然ダメと諦めかけようとした時に、コム510をお持ちしておかけいただくと、あれ、これ良くない、自分で言うのもおかしいけど似合ってますよねって必ずおっしゃるんですね。同様のお悩みでメガネに自信がないお客様は、ぜひ一度ご来店してかけてみてください。メガネに対する価値観が一気に変わると思います。当店は BJ の人気品番が常時150本ありますので、お客様がメガネをかけてこうなりたいというイメージになれるよう、しっかりお手伝いさせていただきます。